東ゴルトー共和国の遥か上空を飛ぶ海潮から二人の男が飛び降りた。最初に気づいたのはピトー。何か来る。しかしそれは数秒後確信に変わる。敵。臨戦態勢に入ったピトーが確信した根拠は野生の本能によるものと言わざるを得ない。突入10秒前。ありえない。いや、ある。走馬灯のようなもんじゃ。ある武道では神的顕著と呼ばれる現象。まことの強者同士がぶつかり合う瞬間にはよくある時間感覚の矛盾じゃ。奴のオーラの流れから次の攻撃を呼ぶのは誰にもできんな。伊達に長く生きてないわけよ。わしのジジイと喧嘩して生存しておる唯一の人間じゃし、知人には違いない。持ちつ持たれつ陰頭よ。ている現状のこの上ない深刻さに気づいた。
王が視線を切ると、再び時が動き始めた。王を取らんと侵入してきたはずのクセ者までが固唾を飲んで足を止めた理由は、血に染まる少女。ゼノがそう問い詰めるのも無理はない。同様の思いはネテロにもあった。場所を変えるか、その方が都合が良いのは。ウヌらも同じであろう。依存のあるはずもない。しかし、まあな、先手を取られたという思いは拭えない。ピトーが能力を発動した瞬間、致命的な油断、それほどにたやすく悠然と王は二人の視線を横切った。あれはオラオスロー級ジェイ。あそこに王とピトーはいない。どこだ。その方らが人間の犠牲を最小限に抑えながら目的遂行を図っていることは十分に理解できた。運べ。ドラゴンヘッド、恐ろしいやつ。繰り出そうとしている技に王への害意はない。